あのフードをかぶった連中は他の軍隊とは違うんだ。動きも素早いし冷酷で、おまけに動物と会話するんだ。Let's go!
Thank you.
疲れ様。ポールが去り、奴の要塞も奪った。ここが我々の領地だとパガンに知らしめてやったな。人質だ。家族も人質になっているんだ。頼む、助けてくれ。わかった。これしかないけど、どうかもらってちょうだい。俺に、これをどうぞ。ああ、恩に決まる。これくらいマシな方よ。ねえ、私たちを自由にして。なんでこんな、まだ生きてるなんて奇跡だ。エイジェイ、君のために新しいスーツを用意させてもらったぞ。このゴタゴタを終わらせてキラットの指導者になるつもりなら、もっと綺麗な格好をしろ。デニムとその薄汚いスニーカーは捨てなさい。そのジャケットは指摘するのも面倒だが、なぜそんなにたくさんファスナー式のポケットがついてる。中に何が入ってるの。肉でも溜め込んでいるのか。多分そうだろうな。仕立て屋に伝えておこう。ああ、AJ のジャケット、肉用のファスナー式ポケット。以上。よし、君のお役に立てるといいな。
脱走した者がいる。村人に変装してるかもしれないぞ。もっと詳しい情報が必要だ。銀行から反乱軍の兵士が脱走した。必ず連れ戻すんだ。どんなやつなんだ。私は大丈夫よ。ほっといて。兵士と寝ることを強要されて逃げたら殺すぞって言われた。
に連絡して知らせるべきよ。腕利きならここにいる。あなたの評判は聞いてるわ。ボラの居場所は地図で確認して、あらゆる準備をしておいて、ね、状況が変わってるかもしれない。反乱軍を攻撃しよう。
か。一体を止めろ。大体の方向は使い。Thank you.
助けようか。あと、早くしないと。動物を捕らえるようになるまでに半分は死んでしまうかも。今は戦争中。戦争中は広いことが起こる。調和所。
奇妙な誘拐騒ぎが終わって少しは安心できるわね。レイジェイ、噂が広まってるぞ。みんなお前を正義の味方と呼んでいる。彼らには人に頼らずに暮らしてほしいが。Thank you.
伝えします。キラントの発展を支えるものは国民の誇りです。鉱山で働こうが、未来を築き上げるレンガ工場で働こうが、アガンミン様は国民の勤労に感謝しています。皆で身を粉にして働こうではありませんか。一人一人の汗がキラットを発展へと導くのです。キラットのためにミン様の慈悲のあらんことを。悪の売人だ。今のお前は誰かに似てきた。そうだ、パガン。キラットの将来を考えてるからパガンと同じなの。あんたみたいな古い考えから脱しようとしてるだけよ。大事なのは歴史と文化と伝統だ。伝統？何それ、少女を嫁がせるっていうこと？それがパドラの将来だっていうの？あら、殴れば？ほら、あんたの本性を見せてあげなさいよ。お前の部下じゃない。次はヌーアだ。そこは意義なしよ。ヌーアも犠牲者だ。家族を人質に取られ、パガンに命令されてた。だがそのためにどれだけの人間が殺された？理由は関係ないわ。犯した罪の償いはすべき。ヌーアのことは俺が決める。ヌ
運河の話はしたかな。傑作だぞ。彼女は医者で優しい心の持ち主だ。私の統治が始まって間もなくキラッと人民の救済のために来た。そして大胆にも私の統治下で人権侵害が行われていると報告書を書いた。そこで私は彼女と連絡を取り、報告書の内容を我々が認めたように見せかけた。そして彼女の家族を食事に招待した。彼女と夫、子供たち。
キラットの民よ、私は皆の完成に値する勝者と敗者を捧げてきた。その中において最も血に飢えた闘士たちを紹介する。今日もまた多くの血が流れることだろう。AJ、家族はどこ？残念だがヌア。いや、いや、嘘じゃない。ハガンは、彼らは何年も前に殺してた。同情なんかいらない。家族を返して。残念だ。でもあんたはもう自由だ。自由？自由？何から？殺した人たちから？全ての罪から？皆に血の味を覚えさせた。あなたの血も私のも。これが欲しいんでしょ？私の血が。さあ、味わえ。味わうがいい、下劣な獣たちめ。これで自由ね。サバル、終わったぞ。ヌーアは死んだ。悪魔ヤルンがあの女を迎えてくれるだろう。間違いない。よくやったな。これで南部は俺たちのもの。人々も信仰を取り戻し始める。まあ中には変わらない奴もいるが。ヌーアの要塞ラガサワダに関する確かな情報をつかんだぜ兄弟。ヌーアが死んだことで防御が手薄になってるんだ。攻撃を仕掛けてゴールデンパスのために要塞を確保しようぜ。